何ありそは、京都市左京区にある南禅寺界隈別荘の一つ。近代を代表するには、市七代、小川自平策定による、何遊草庭園と呼ばれる、日本庭園がある。本来は、旧南禅寺境内に属し、当時の達中の跡地に築造されている。無隣より、対達山荘、平均荘など、現在の南禅寺界隈別荘庭園群の主要な庭園のほとんどが、 明治維新後の南禅寺宅中跡と旧南禅寺境内に築造されている。明治初期、上地により帽子の所有となり、その邸宅となっていたが1905年に稲畑翔太郎の所有の別荘となり、和楽庵と称された。その後、隣接する農地や疎水用地を取得し拡大整備されて、本邸となった。和楽庵は昭和、大正、明治にかけて、 内外の要人が訪ねる京都の社交場や京都の音楽活動の拠点としても活用され、その後所有者が二代目の大宮倉吉に変わると、何かあるようで何もない。何もないようで何かあるという前の言葉から、何やりそうと解明され、現在に至る。庭園内には、随流流銀と呼ばれる滝が3カ所に設けられ、疎水を利用し豊富な滝水を落としている。 傾斜車地を利用したダイナミックな落差を持つ本庭園は小川自平の中でも他に類を見ない。そしてその水は琵琶湖疎水と呼ばれる近代の産業市場の観点からも重要な存在から現在も未だ直接引き入れられている。紅葉期には紅葉の赤と滝の白そして芝生や苔の緑の見事な調和に包まれるのも特徴の一つである。 邸内は山沿いに道が完備されており、首楼や複数の滝、水車小屋などを見ながら山上の総道まで登ると、京都の街並みが一望できるスポットも備えている。また南禅寺の山門から岡崎界隈までを見渡すことができ、京の風物詩である五山送り日も見ることができた。敷地北側には豆の小稲荷があった。過去に京都新聞で、 47ニュース保釈金、カンプジに差し押さえ、何ありそう事件京都地裁判決京都、文芸復興クラブ、京都市、パリシ市市毎年名約締結50周年記念、日仏交流150周年記念シンポジウム、月影の公共、南禅寺立て看板で対立京都の名札と、隣接宗教法人、河合徳子さん日本庭園、何ありそうも、再生させた。 ハードとソフトの融合こそ次世代 IT の世界から、オラクルラリー、エリソン CEO、オラクルオパンワールド東京2012基調講演庫、スティーブ・ジョブズ氏の思い出話も、何郵送の洋館一区へ、南前寺、岡崎界隈邸宅群、京都の秘境生きた継承を引く京都新聞。ありがとうございます。